はい、こんにちは、ルクです。こんにちは、ゆうきです。はい、坂田先生のゆうきさんです。本日はですね、補助がいなくても神秘倒立ができるようになる練習方法をやっていきたいと思います。はい、あと大事なお知らせがあります。はい、はい、本日なんとこの YouTube チャンネル登録者数2000人突破しました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これからもちょっと頑張っていきますのでよろしくお願いします。はい、リクエストいただきました。こんにちは、私はその昔中学3年間器械体操をしていましたが神秘倒立ができず断念しました。しかしどうしてもやりたくてまた練習しています。なんとか壁を使えば神秘倒立らしいことができるようになったのですが、私には補助をしてくれる人が誰もいません。一人で練習するにはどうしたらいいでしょうか。ゆき先生お願いします、ということでした。はい、ので、はい、ゆき先生に教えてもらいましょう。はい、お願いします。はい、ですね、補助もちろんいる方が早いんですけど、この方中学3年間で神秘倒立できませんでしたっておっしゃってるんですけど、私実は中学3年間高校3年間合わせて6年間器械体操をやってたんですけど神秘倒立できませんでした。わー、それは6年やってできなかったってかなり難しいってことだよね。もうあるんですけど、やり方がやっぱり悪かったですね。私ができるようになったのって実は30歳を過ぎて大人になって体操を始めてまた復活してからなんですね。やり方ですね、やり方、練習方法ですね。やり方と、あとまあもちろん練習たくさん必要だけどポイントを抑えれば大人からでもできるようになることは可能です。私がまさにその人なんで。すごいね、大人も頑張っていきましょう。はい、壁を使ってまず神秘倒立の感覚をつかむこと、イメージですね。はい、あとは、肩が強い方が必要なので肩を強くする方法。はい、肩を強くする方法。はい、そして腰を少し浮かせるトレーニング。はい、腰を浮かせるトレーニング。はい、あとは実際に、段差を使って神秘倒立の感覚をつかむ練習。はい、感覚をつかむ。はい、これをちょっとやっていきたいと思います。はい、はい、はい、ですね、まず倒立をするときに神秘倒立特にそうなんですけど、まず、肩の上に、手の上に肩が来るのがちょうどいい位置なんですけども、はい、まっすぐってことですね。はい、神秘倒立やっていこうとするとどうしても体上げようとして前にこういう風に見えますかね、はい、出てしまうんですね。手のひらの指よりも先に肩が出ちゃうんです、ね。はい、これ肩出てます。はい、これが肩が出ちゃうっていう状態ですね。はい、そうするとですね、その肩が出た状態だと倒立はもちろん上げにくいんですけれども、手首ここの角度がものすごい鋭角になってますよね。うん、はい、そうすると手首を痛めてしまいます。はい、はい、なのでこういう状態よりもこの方がもちろん安定します。はい、なのでこの状態をしっかり作ってあげるという意識が必要です。うん、はい、はい、では壁のあるところに、腕立て伏せのような状態を作ります。これで、胸を含むっていうんですけど、胸を落とさずに目線をしっかり親指と親指の間を見てしっかり地面を押します。柔らかい人はできるだけ手と足の距離近づけて前屈しましょう。でその時にですね、肩多少前出ます。前出た時に足を、手首は見えますかね、はい、このくるぶし、くるぶしじゃないや、この境目のところに足先をタッチしに行きます。はい、やってみます。タッチ、はい、タッチ、こうやって足先を浮かせる練習ですね。はい、はい、はい、この前の動画では下に引いてる5センチぐらいのマットの高さからやったんですけど、今日はもう補助の人がいないということで、すごく高さをつけて一人で神秘倒立をする練習をします。はい、結構高さつけてます。はい、これで何センチぐらいだろう、20センチぐらいですかね。ただし体が硬い人は下までつかないと思うんで、足しっかり広げて、で、まあ、自分 の、 手がつくところですね、つくところまで行く、下ろしてもらって、そうするともう段差がついているので腰の位置がもう上がってるのがあります。はい、肩の上に腰があります。しっかり肩の上に腰を乗せていくイメージで歩いてください。ひたすらこの練習の繰り返しをして、だんだん段差をなくして
はい、はい、ありがとうございました。はい、一人でもできる神秘倒立の練習の仕方でした。はい、皆さんもね、頑張って肩強くして胸を含めるようになって練習してください。はい、この動画良かったなと思っていただけた方は、はい、ぜひいいねお願いします。はい、これ以外にもね、もっと知りたいことある方はどんどんコメント書き込んでくださいね。お願いします。はい、チャンネル登録もお願いします。お願いします。じゃあ練習頑張ってね。